癌が見つかりました、病気と戦いますみたいなことはよく言われてる芸能人の方とかおられますけど、あれ絶対やっちゃダメなんですね。はい、こんにちは、 CK チャンネルの岡田です。今日お伝えさせていただきたいのは、病気症状はあなたの味方だよっていうお話をお伝えさせていただきたいと思います。病気とか症状ね、まあすでに今されている方、過去にされた方、まあいろいろおられるかと思うんですけど、ほとんどの方がこの病気症状に対する捉え方ですね、ここが大前提のところでずれてしまっているって方がもう大半なんですね。で、そうすると、どういうことが起こるかっていうと、なかなか良くならない、いつまで経っても、治らない、もしくは治ったとしても再発するっていうことが起こってきます。なので、その病気症状に対してどういう捉え方をしていくのかっていうのがめちゃめちゃ重要になってきますので、今日はちょっとそういう内容をお伝えさせていただきたいんですけど、そもそもほとんどの方が病気症状は悪っていう捉え方をします。ダメなこと、悪いことっていう部分ですね。なので、当然まあ病気見つかりましたという人は誰だって、まあ私でもそうですよね、落ち込むと思うし、ちょっとショックを受けるっていうことはもちろんあると思います。それが重い病気であればあるほど、当然誰だってそれを受けると思うんですけど、その時に病気になったことが悪いこと、ダメなことっていう捉え方をしてしまうと、非常に治りが良くないっていう部分ですね。で、なんで良くないかっていうと、そもそも病気っていうのはどこから出てるかっていうと、例えばがんになりましたって、がん細胞っていうふうに言葉があるように、自分の要は細胞の中から正常の細胞じゃなくて変異した細胞っていう形でその病気っていう形ができるのがほとんどですね。潰瘍とかにしてもがん細胞にしてもそうですよね。自分の中から出てる細胞っていうのはそもそもあなた自身ですよっていうことなんですよね。で、その細胞っていうのをさらにミクロにしていくと、素粒子って言われる目に見えないエネルギーの波動の世界になってきますので、病気っていう字を見てもらうと分かるように、病んだ気って書いて病気ってなるんですね。気っていうのはエネルギー波動のことになってきますので、そもそものあなたの素粒子物質の最小単位ですねが病んでますよっていう部分ですね。病んだエネルギーになってますっていうことになるんですね。そこが、そもそも一番の問題になるんですね。なので、たまたま病気になったわけでもないし、たまたま運悪く病気が見つかったわけでもないってことですね。長年かけてその周波数が減少化したのが病気っていう形になってきますので、その周波数を変えていく、そのエネルギーを変えていくっていうことがめちゃめちゃ重要ってことですね。で、それを無視して、要は自分の波動が作り上げた細胞、例えば病気っていう形で出てるものに対して、あ、病気になったからそれをやっつけよう、っていう形で攻撃してしまうっていうことを、やっちゃいがち。で、もちろん医学で、ね、がん細胞できましたって言ったら、がん細胞を切ったりとかメスで取ったりとかっていうのはもちろん OK なんですけど、そもそも、病気と戦ったりとかするとは絶対 NG なんですね。病気と戦うっていうのは本当ダメなことで、がんが見つかりました、病気と戦いますみたいなことはよく、まあ、言われてる芸能人の方とかおられますけど、あれ絶対やっちゃダメなんですね。病気と戦うっていうことはどういうことかっていうと、自分自身を攻撃するっていうことですね。あなたの細胞からできた、あなたの波動からできた病気っていうものに対して自分で攻撃してしまうっていうことです。そうすると病気に負けないようにしようとすればするほど自分を攻撃してしまってるっていうことが起こってきます。そうするといつまで経っても良くならないっていうことが起こってくるんですね。なので、病気は戦うんではなくて、病気になったその背景をちゃんと自分で見つめていくっていうことをやっていきます。もちろん医学的に、病気を処置するとか、そういうことが別に悪いわけでは全然ないんですけど、その背景ですね、捉え方の部分で、戦っちゃダメですよっていう部分で、そもそも病気っていうのはあなた自身ですよっていう部分ですね。もしかしたら自分の中に人を責めたりしまったりとか、自分の正義を貫き倒したりとかっていうことで常に人に攻撃してしまっている自分がいるかもしれない、もしくは自分自身に対してどっか責めてたりとか否定してしまってたりとかすることによって、自分を責めてる、攻撃してるっていう自分がいるのかもしれない。そういう自分が長年そこに気づいてほしいっていう形で病気っていうのはできてきますので、その病気を単純にやっつけて取ったら終わりですよっていう話ではないってことですね。取ったとしても一時的なもので、背景の波動は何も変わってないので、時間とともにまた減少化して再発するっていうことが起こってきます。なので一時的に取ったりとかするのは全然問題ないんですけど、それと同時に、じゃあ自分はなんで病気になってしまったのかっていう自分のそのエネルギーの状態ですね、イコール自分の生き方の問題っていう部分になってきますので、自分の生き方を一回そこで見直す必要があるっていう部分ですね。病気っていうのは実はサインでありメッセージですので、あ、今あなたこういう方になってますよ、こういう生き方、こういう考え方になってますよっていう、そこちょっと戻してくださいねっていうサインとして病気っていうのは出てきますので、そこに気づかない限
り何も変わってこないっていうことが起こってきます。で、見方を変えると病気っていうのはあなたの人生を方向修正してくれるすごく大きな味方になってくれるっていう部分なんですね。病気っていうのはあなたにとって最大のサインでありメッセージであり味方であるっていうふうに思っていただくといいと思います。例えば腰痛があります、慢性的なアレルギーあります、慢性的にアトピーが治りませんとか、慢性的に胃が痛いとか頭が痛いとか、まあそういう場合は何かしら自分の波動周波数が本来の自分じゃない方向に行っちゃってる可能性が高いですよっていう風になりますので、そこを一回自分の生き方とかも含めてですね、本当はどう生きたいのかっていうのをそこで見つめ直すことによって軌道修正していくっていう、そうすると本来の波動になってきますので、細胞が変わって健康な方の体に戻っていくってことが起こってきます。そういう形で、病気っていうのは、非常に大きなメッセージになってくるっていう風に思ってください。で、その体っていうのは私たちであればこういう体のメッセージマップっていう形で、体のここにこういう症状が出た場合は背景にこういう潜在的な背景がありますよっていうのを全部網羅したこういうメッセージマップっていうマップがあるんですね。例えば体の右側に出る場合は対男性とか対お仕事ですね、社会的な、ところに対してストレスを感じている場合が圧倒的に多かったりとか、左だったら対女性とか家庭とかっていうところに何かしらストレスを感じている場合とかっていうのがあるんですね。腰に痛みが出る、肘に痛みが出るとか、胃が悪いとか場合は、あ、背景にこういうメッセージがありますよっていうのは一通り全部わかりますので、まあ、他の動画でもいっぱい出しているので、まあ、その辺はちょっと参考にしていただくといいんですけど、そういう形で体には全部メッセージとして体は症状とか病気を作ってくるっていうのがありますので、まあ、それをちょっと理解してもらうためにこの体のメッセージマップっていうのは非常に役立つかと思います。ここから宣伝になっちゃうんですけど、で今度11月にこの体のメッセージマップセミナー2024っていうのを開催させていただきます。来ていただくと非常に自分の、まあ、病気症状がある方もそうだし、家族に何かしら症状とかお持ちの方もそうですし、まあ、今後自分のこうね、こういうのに興味のあるっていう方もそうですし、非常に人気のあるセミナーですので、ぜひよければ11月に大阪と東京で開催します。東京が11月3日の日に開催します。11月13日は、水曜日になるんですけど、この日は、大阪の方でこの体のメッセージマップセミナーっていうのを開催しますので、お時間ある方はねぜひ参加してください。あと、こういうレゾナンスカードっていう、レゾナンスは共鳴ですね、波動を調整するカードがついてきますので、さっき言ったように病気の元は波動エネルギーになってきますので、このカードを持ってると自分で調整したりとか家族の調整してあげたりすることができますので、まあ私もよく最近の波動調整の動画とかでよく使ってますけど、これもセミナーの方についてるんですね。非売品のカードになってきますので、これもセミナー参加者しか持てないカードになってきますので、ぜひこの機会にね参加していただけると嬉しいかと思います。ということで、今日は病気、症状はあなたの味方だよっていうお話をさせていただきました。これ非常に重要な捉え方になってきますので、病気はまず絶対に戦ってはダメっていう部分ですね。あなたの味方ですので、病気になった方は自分に対していかに優しくするかっていうのは一つポイントになってきますので、ぜひどんな自分でも優しく受け入れてあげるっていう風に捉えてもらうといいかと思います。ということで今日は以上となります。またチャンネル登録、コメントお願いします。ありがとうございました。